おはようございます、やんちゃです。2023年10月31日火曜日の朝です。タイマー15分、よいしょ。はい、お願いしますと。運動ほい、やりますか。タイマー3分30秒、3分30秒のカウントダウンを開始します。はい、お願いします。今日の天気どうでしょう。しばらく雨は降りませんが、降らないですね。今日は雨の心配はなさそう。最高21度、最低14度だそうです。はい、今後しばらくそんな感じっす。朝刊、さてと、日銀、また日銀、金利操作最終正へ、長期上限 1% 超え、柔軟に。よくわからんけど、なんか住宅ローンの長期金利がこれに依存してんでしたっけね、確か。だから長期金利っていうか固定金利か、変動金利は完全に違う指標を参照してるっぽいんですよね。全く無関係ではないんですけど、だからどうなるかちょっと心配ですね。うちは変動金利なので。あと何かな、物流クライシス、14万人不足、10兆円の損失。はあ、どうしてこんなになるまで放っておいたんだ。2024年4月からトラック運転手の時間外労働が年960時間までに制限される。まあ、今まで年960時間って月に直すと80時間じゃないですか。で、80時間の残業時間ってなんか過労死ラインと呼ばれていて、やっぱ今までそれ超えてんのが当たり前だったんだっていう感想しかないですよね。大変だな。トヨタは値上げ、トヨタは物流会社に支払う金額を上げる。なるほどね。まあ、追い込まれないと上がらないっていうのがまず、まあでもね、周りが上げてないのに自分だけ上げたくないしね、そういうの難しいですよね、市場の形成って。あと何かな、オリエンタルランド最高益優先入場ヒット。優先入場できる有料のディズニープレミアムアクセスの販売により客単価が上昇、インバウンドが想定上回る。ほう、なるほどね。ユニバーサルスタジオジャパンとかは結構前からなんていうか、どれだけお金を払ったかっていうグレードによってかなりその乗り物に並ぶ時の列とかもなんかね、差がつけられてましたけど、それをオリエンタルランドも近い形で導入してるんですかね。くお、あと何かな、所得減税評価得られず、年4万円もらえるのに年4万円じゃ騙されんぞっていう、そういう話ですか。まあそれはそう。はい、あと何かな、眠る働き手530万人、グオー、仕事とスキルのズレ、そしてリスキリングへ。なるほど、はい、そうですね。はい、そしてけん玉とやりますか。けん玉検定準初段の練習、よいしょ。ダメか気が抜けてるな。3分の2、よいしょ。次のけん玉検定の日付を確認しないとな。4分の2、5分の3、よいしょ、6分の4、7分の4、よいしょ、8分の5、よいしょ、9分の5、よいしょ、10分の6、飛行機、よっと、1分の1、
1/2、1/3、あれ、よいしょ、1/4、1/5、よっと、1/6、よっと、1/7、グエ、よっと、1/8、1/9、よいしょ、ほ、1/10、割とギリだった、危ねえ、よっと、1/1、1/2、よっと、1/3、よいしょ、1/4、ほ、1/5、ほ、1/6、よいしょ、1/7、ほ、1/8、1/9、1/10、ダメか、次、よいしょ、剣一周、1/2、よいしょ、1/3、よいしょ、1/4、よいしょ、1/5、よっと、1/6、よいしょ、1/7、よいしょ、1/8、よっと、1/9、ん？合ってるか。1/10、次日本一周、あ、惜しい、よいしょ、1/2、よいしょ、1/3、よっと、1/4、よいしょ、1/5、1/6、1/7、よいしょ、1/8、1/9、あれ、よいしょ、1/10、まあクリアはクリアだけど、よいしょ、次、よいしょ、あ、1/0、1/2、よいしょ、ほ、1/3、よいしょ、ほ、1/4、よいしょ、1/5、グオ、よいしょ、1/6、よいしょ、ほ、1/7、よっと、ほ、1/8、クエ、よいしょ、1/9、よいしょ、ほ、1/10、はい、まあいいでしょう。次、東大、1/0、あ、違うな、成功してるから1/1か、1/1、よいしょ、1/2、いいんじゃないですか、はい、よいしょ、1/3、よいしょ、1/4、よいしょ、1/5、よし、ふう、よいしょ、1/6、よし、ほ、1/7、はい、よいしょ、ほ、1/8、はい、よいしょ、ほ、1/9、よし、よいしょ、あ、1/10、よいしょ、剣先滑り、ゆっこらせ、よっと、あれ、ほ、よいしょ、はい、1/3、
よっと、4分の2、5分の3、よいしょ、6分の4、7分の5、ふう、よいしょ、8分の5、よっと、9分の6、よいしょ、10分の7、はい、終わり終わり、カシャ、ふえー、やれやれ、大変だ。何が大変って、いや、何も大変ではない。適当に言っただけです。はい。運動とけん玉をしただけです。はい。はぁ、ちょうどいい気温。もうこのままずっと屋上にいたいけど、今日は、あんまり、のんびりしてらんなくて。なんか、勤めてる会社の、なんて言うんですか、親会社、ホールディングス。ホールディングスって、いいのかな、わかんないですけど、から呼び出しがあって、なんか怖い、秋葉原のオフィスに来いと言われてるので、はい、ちょっと今日は朝早く出て秋葉原に行かなきゃいけないですけど、うん、何が行われるのか全然知らないんで、ちょっとマジで怖いですね。君は終わりだみたいな。あっちわーって入ったら、ようこそ君は終わりだみたいな。どうして終わりって言ったら終わりだみたいな感じになるかもしれないじゃん。かんないけど。どうなるんでしょうね。まあなんかわしの他にも何人かね、まとめて呼び出されてるので、はい、まとめて終わりになる可能性はありますが、ちょっと、はい、行ってきます。今日富士山見えないですね。昨日が奇跡的に富士山見えてたっていう感じかもしれない。うん、またしばらく見えない可能性あるな。全く何も見えなくなっちゃった。はあ、まあ言うて冬の間もね、その例えば12月とかから2月とかまで3ヶ月間ずっと毎日毎日見られるかっていうとそうでもなくて、どんぐらいですかね、2分の1ぐらいの確率で見られるとかぐらいだった気がするから、実はそんなに東京から富士山がくっきり見える日っていうのは年間を通じて多くはないのかもしれませんね。100日もないのかも。はあ、と考えると富士山が見えてる日の貴重さたるやっていうか。嬉しいですね、見えると。さてと、今日の話題ですけど、あんま話題ないですが、一つあって、今日10月31日で10月最終日じゃないですか。まあだからいろいろ、なんだろう、仕事とかだと経費精算とか早やれみたいな感じになると思うんですけど、それだけじゃなくて、あの LINE ってあるじゃないですか。 LINE ってあのチャットのチャットツールので、あの LINE の会社と、あのヤフーオークションでおなじみのヤフーヤフオクっていう名前がヤフーオークションになるらしいですね。どうやら昔はヤフーオークションって言ってた気がするんですけど、一回なんかカタカナ4文字でヤフーオクとかっていう名前に変更されてしばらく経つと思うんですけど、またヤフーオークションに戻すらしい。そうなんだ、まあいいけど、ペイペイオークションじゃないんだね。ペイペイオークションかな、わかんない。ペイペイフリマとペイペイオークションってあるじゃないですか。ペイペイフリマもヤフーフリマになるんだっけ、忘れちゃった。なんか言ってました。まあ、それは関係なくて、あの、LINE とヤフーが、まあ、前々からその資本的にはもう一体化していたんだけど、ついに、あの、経営統合というか、完全に一体化するぞみたいな。名実ともに一体化するぞみたいなのが11月からあの始まるっぽくて、それに伴って LINE の運営も Yahoo に切り替わるから、そのいわゆるプライバシーポリシーとかそういう同意を改めて巻き直す必要があって、その画面が LINE に結構出てきてたんですよね。あの Yahoo にするけど良いかと、良いぞと言ってくれないともう11月から使えんぞと
いうやつが出てきてて、まあわしははいはいってやったつもりなんですけど、なんか結構1週間か2週間前からテレビとかでも結構騒がれていて、これ同意しないと11月からいきなりバツンって止まるから、まあ内容を読まないで同意するのはどうかと思うけど、まあ同意しといた方がいいよみたいな。で今朝もなんかテレビでそれをやってて、家族がなんかそれを見て急にわたわたし始めて、なんか同意してない気がするとか言って、どこに行けば同意画面が出てくるとか、全部テレビでその場でなんかメニューの設定ボタンを開いてアカウントセンターを開けば出てくるって言ってんのに、どうやってやればいいかわかんないみたいな。その今やってるやつじゃんって思うんですけど、なんかね、わかんないわかんないって言ってくるから、あ、じゃあこれをこうしてねとかって言って、その同意画面を出してあげて、やっぱまだ同意してなかったねとか、あ、もう同意済みだねとかって言って、あの次々処理してたんですけど、なんか長男が一番最後に来て、なんかまだやってないかもとかって言うから見てあげたら、なんかその同意画面のページが開かなくて、おそらくですけど、テレビでやってたタイミングでアクセスが集中したんでしょうね。なんかこのページは開けませんとかって500エラーみたいなやつが出てて、あちゃーみたいな。全国の下手したら1000万人近い人が同時に接続してきている可能性があると思って、はあ、大変そうだな。ヤフーの中の人、もう LINE の中の人っていうよりはヤフーの中の人ってことになるんですよね。どうなんでしょう、これも Z ホールディングスってことになるんですか。 Z ホールディングスと LINE が一緒になったってことじゃなくて、ヤフーと LINE が一緒になった。なんだ、 L&Y みたいになるんだっけ。いや、 LINE ヤフー、ヤフー LINE どっちだっけ、 LINE ヤフーかな。わかんないですけど、とにかく大変そうだった。あのページが開かなくなって、はぁ、よいしょ、眠い。あと何の話しよっかな。今日はあんまネタない。昨日やってたこと、昨日わし何やってたっけな。昨日結局長男に追い出されて、なんか出社してたんですよね。出社してて仕事してモンハンやりながら帰ってきて、その後わし何してたっけな。なんか充実した一日だった気がするんだけど、具体的に何をやったか全く覚えてないね。下手したらツイッターを見てたかもしれん。ずっとツイッター現 X を見て過ごして終わりだったかもしれん。はぁ、あ、やれやれ。何の話しようかな。そういえば2週間か3週間ぐらい前ですかね、3週間ぐらい前にあの大江戸ルビー会議っていうやつに、まあ、出てきたんですけど、で喋って帰ってきたんですけど、その時とあとこの金土ですか、先週の金土と、あの会議オンレイルズっていう、まあ、ルビーのイベントに出てきたわけですけど、そこになんかあの変な人がいて、わしが言うのもなんなんですけど、いや懇親会とかであの道行く人に声かけては、あの斧投げませんかとかって言ってる人がいて、はぁみたいな。斧投げるとはみたいな。なんか斧投げっていう競技があるらしくて、なんか的、木の的に向かって斧をブオンって投げて、カッて当たると刺さるじゃないですか。刺さったらそれがその位置によって、はい真ん中に刺さった偉いみたいな、そういうやつあるらしくて、ちょっと面白そうじゃないですか。よっこいせみたいな。で大江戸の時もなんか花屋敷でなんかいろんな人に声かけてて、その人がでなんかこの後タクシーで行きますとか言って、元気だなと思って見てたんですけど、会議オンレールズの懇親会の後もなんか
同じようなことやってて、このあとタクシーで行きますとかって言っててなんか斧投げ人口が増えてるらしいので、まあ、ちょっとさすがにわしも斧を投げないといけないのかなと思い始めたので、ちょっと今月末かな、今月じゃないか、今月末って今日じゃんね、来月かな、来月末ちょっと斧を投げてこようかなと思ってます、はい、どうやらなんか斧投げ自体はその YouTube とかで結構1年か2年ぐらい前にムーブメントが来てたらしいですね、どうやらね、はあ、それが遅れてあのルビー界隈にやってきたっていう感じっぽい、まあ、多分その 1,2 年前に流行った時に行こうとすると予約が取りにくかったりとかするんだと思うんですけど、今ならちょうどいいんじゃないですか、今なら割とフラッと、まあ、今回予約しましたけどフラッと行ってフラッと投げるとできますよね。はあ、楽しみだな。なんだっけな、結構高かったよ、なんかいくらだっけ、なんか団体プラン、団体プランで何どこだっけ、うん、90分斧投げ放題みたいな斧でメールを検索すれば出てくる、あ、出てきた、いくらだろうか、値段が書いてない予約メールにそれもどうかと思いますけどね、これかな、メニュー、はいはい、団体メニュー、これかな、よいしょ、ほ、一人につき書いてないな値段がなんかすっと値段が出てこないの結構怖いですよね、よいしょ、1人4980円、斧投げ90分、ワンドリンク付きで軽食もついてる、はあ、軽食ってなんだろう、サンドイッチとかですか、サンドイッチを食べながら斧を投げるわかりませんけど、まあまあしますよね、5000円とかね。ただ斧投げとかなんか予約フォーム開いたらわかるんですけど、なんかほぼ大体の日が丸って書いてあるから、なんか全然なんていうか稼働率低そうっていうかいつ潰れてもおかしくないなっていう雰囲気を感じた、はあ、ので、まあそれぐらい客単価取らないと多分成り立たないでしょうね、はあ、いや楽しみだな、なんか筋肉痛なりそう、前に会社のなんかレクリエーションの付き合いでボーリングに行ったことありますけど、2回ぐらい、その時はもうなんかボーリングのあと 2,3 日腕が痛くて痛くてしょうがなかったですけど、多分ボーリングが下からこうやって投げるのに対して斧は上から投げるわけですけど、似たような感じの筋肉痛になるんじゃないかと今から心配なんですけどどうでしょうねわしがどうしようかな、今月末のその斧投げはなんか映像を撮ろうかな、さすがに多分ですけど、あのこの FX30 のあれが生きると思う、あのスロー&クイック、スロー&クイックって普段ヤンチャクラブって秒間24フレームで撮ってるんですよ、なんですけどこのカメラって本気を出すと秒間120フレーム撮れるんですよ、もっと本気出すと240フレーム撮れるんですけど4K だと120フレームかな撮れるんですよ、で240フレーム出そうとすると確か SD カードが V90 っていう一番高いやつにしなきゃいけなくて、わしの入れてる V60 だと使えないから、今のセットアップだと、秒間120フレーム、そしてなんていうんですかね、秒間120フレーム撮ると結局それを24フレームで再生した時には5分の
1の速度で映像が動くわけじゃないですか。わかります？そう、こうシャッターが高速であればあるほど、それを少ないフレーム数で再生した時にはスローモーションになるということなんですけど、斧投げは多分スローモーションしがいがあると、のでちょっと楽しみですね、今からね、はい、で今月末斧投げをやって楽しかったら、なんかやんちゃクラブでもなんかオフ会やりたいですね斧投げオフ会わかりませんけど、ただなんか大江戸とか開業オンレールズとかで斧投げを布教していた人も斧投げのコミュニティを立ち上げてるので、そっちにも顔を出したい気はする。東京斧投げ部だってなんだこれ。でも結構もう人数いますよ、わしも入ったけど、今ね主催の人合わせて6人のコミュニティになってますけど、コンパスっていうのは、まあなんか勉強会とかオフ会とかの、募集ページを作るためのサイトなんですけど、そこにコミュニティ立ち上がってる。はあ、それぐらいかな。なんか昨日やったこと、そういえば、斧投げ行きませんかって LINE で言って、調整さんを立ち上げて。調整さんで集まった人の分の斧投げの予約をした。充実してましたそんなもんか。もっとやんなきゃいけないこと実はあるんですよね。やばい、今日が締め切りのやつとか、マジで今日ちょっと帰ってきたらガッとやんないとね、原稿作業をどうして最終日に頑張るのかわからないけど、はあ、そろそろ出かけないとかな。っていうか私今無意識で時計止めたけど、もうあれだな、タイマー鳴ってたっぽいな。どうやら完全に意識の外で私タイマー止めてたわ。よいしょ、カメラにつないで終わりますか。今日の動画のタイトルどうしようかな何の話がメインでしたか今日は。同意画面につながらない件ですかそんな気はする。じゃあバイバイ。